皆さんこんにちは、レナです。今日は1万円を用意しました。1万円はしご酒シリーズが続けます。名古屋ならではののれん街、ちなみに正式な名前はほぼ栄駅一番出口ののれん街って書いてありましたよ。徒歩2秒、はい、のれん街見つけたので、はい、今日はここで1万円使って飲んで食べて楽しんでいきたいと思います。はい、3つぐらい行けたらなって感じだよ ね、 そうだね。ちょっと最初の1軒目で暴走しないように、そうそうそう、3軒ぐらい行けるように、ちょっと飲んでも食べて控えていろんなところを行きたいと思います。気をつけてくださいよ、社長が暴走すると困りますよ。タカが飲みすぎないように行きましょう。ほぼ栄駅一番出口のれん街で合ってましたね、社長。そうだよ。ということで今日も社長の気が向くままにお店を選んでいきたいと思います。すごいじゃないですか、めちゃめちゃ入ってるよ、お店見て。賑やかでしょ。焼き小籠包、台湾かな。美味しそう。これもう止めましたよ、ここ。あれ、ここ食べたい。小籠包、yes. 小籠包のお店まだまだ奥にいっぱいありますよ。まだ見てませんよ。大丈夫、大丈夫ですか、yes. まあ2軒、3軒行けますからね。すごいお高いやってますよ。じゃあそこ座りますか。はい、行きましょう。あれ、お箸おみくじ付きだって。はい、じゃあ俺これで、私これね、これこれ。はい、じゃあ今日は運がいいかどうかって感じ。末吉、残念。はい、俺の方。そうだね、あれ、小吉小吉です。ダメです。2人とも運が良くないらしいです。注文しましょう。はい、来ました。パイナップル。パイナップルチューハイを注文したら。パイナップル丸ごと出てきた。やばいよ。これ絞る感じだね。絞れるの？気をつけて。パイナップル絞るものなの？確かに。初めて見たよ、こんなパイナップル絞ってる女の人。ドイツ人です。あ、でも絞れてる。おお、そんな綺麗に絞れてんだ。全体重を乗せてパイナップルを絞るドイツ人、シュールです。これをチューハイに入れると、なんか3杯分ぐらいあるって言ったよ。あんま全部入れたらめっちゃ濃いパイナップルサワーになっちゃう。濃いってどういうこと？できました。濃いじゃないでしょ、めっちゃパイナップル、パイナップルのチューハイになる。甘いなっちゃう。ではでは、乾杯。これなんか本当のパイナップルだから美味しいよ。やっぱり夏のビールは最高です。ちょっとちょうだい、もうこれビールなくなっちゃった。たか一つのドリンクだよ。もうないからもう一杯ぐらいいかないか。どう？パイナポーだね。パイナポーだよ。これは何だろう？ザーサイ。あの中華料理行くとザーサイってさ、うん、あの定番なおつまみだよね、うん、お通しか。ちょっとコリコリしてるね、うん、でちょっと酸っぱいのかな。うまっ。おい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 、すいません、食べ物何も来てないよまだ。何？いっぱいぐらいくださいよ。まだ1軒目ですから。厳しいですよ、社長。社長がまた混ぜ始めましたよ。なんか全然力が出ない。これ大きすぎる。よくさ、みかんサワーとかで絞るのはグレープフルーツがあるけどね。パイナップルを食べれるんじゃない？ここの実の部分。うまそう。甘い？うまい？やば、最高じゃん。ちょっとレナの飲んでいいですか？え、募集されましたよ。もう大人だったら自分でなんかこう決めれるけど、まあね、1万円企画ですからね、今日はね。そうだよ、我慢しましょうね。ちなみにこのお店ね、この名前ロバート台湾ブロンクス。意味が分かんない。俺も意味分かんない。ブロンクスはアメリカでしょ、ロバート名前でしょ、台湾国でしょ。意味が分かんない。ミックスだね。メニューはね、焼き小籠包とマーラー水餃子頼んだんだけど、唐揚げも美味しそう。ちょっと2つだけを注文する企画です。だから2軒目とか3軒目あるからあんま頼めないんですけど、すげー美味しそう。ドイツにちなみにそんなになんか台湾のレストランないと思う、うん、台湾レストラン、だからベトナム料理とか、うん、あとは中国料理が多いけど、うん、なんか日本に出てる中華 と、 ベトナム料理と違う気が、うん、何？なるほどね、ドイツには台湾料理とかないと思うね。ああそう、でも俺ドイツで食べたことないもん、ベトナム料理。また飲んで、うまい具合で飲めば気づかないかなと思って。気づかない、気づいてました。そうそう、喋ってるから気づかないかなと思って。来ました、焼き小籠包。ここにうまそう、食べ方が書いてあります。あ、こっち焼き小籠包の食べ方。レンゲに乗って穴を開ける、中のスープを飲む、美味しく食べる、ビールを飲む。それは書いてないよ。書いてあったよ。それぐらい日本語ができるよ。ビールを注文で書いてあったよ。タカはビールはまだ一口ありますね、はい、よかったね。ケチクソの社長なので、はい、今飲んでいいよ。お、穴開けました。本当にめっちゃスープだ、中から。うわ、やば、やっぱ
味しいでしょうか。これむずいね、食べるの。めっちゃスープ出てる。ちなみにここになんかめっちゃスープ出てる。クロスをかけて食べるって書いてあるよ。あっ、なんで気をつけないの。うわ、唇焼けた。ビールよりうめえ。甘みがあるよね。うん、油の甘み、肉の甘み、肉汁か。はいはい、うま。あれを醤油、醤油じゃないか、小籠包のタレ。クロスって書いてある。熱っ、ダメだこれ。クローズかけたらちょっとは冷たくなるんじゃない。赤ちゃん出ないなと思ったらこう押さなきゃいけないんだね。はい、来ました、焼き水餃子。で、私は全部のパクチーを食べていい。俺パクチー食べれないからパクチー食べてください。はい、いただきます。熱いのかな。初めて餃子とパクチーで食べたの。美味しい。最高ですね。うん、はい、終わり。注文注文しました。2軒しか行けない可能性があるよ。はい、可能性出てきました。来ました、生ビールとレナのおかわりチューハイ来ました。気をつけてくださいよ、まだ暑いですよ。私は焼き餃子、水餃子かな。ラー油が効いてる。うまっ。うまっ。ちなみに私だけビール頼んだわけじゃないですよ。レナ社長もおかわりチューハイ頼んでますよ。まだパイナップル残ってたからもったいない。おー、うまい言い訳を作りましたね。俺だけ責められてますけど、レナ社長も飲んでますからね、皆さん。では、焼きマーラー水餃子、最後の1個。おー、もうなくなっちゃった。なんか早くね？誰か飲んでる？俺のビール。隣の席の人飲んでる？俺のビール。いや、私のパイあげる。なんかそういうことだ。もう酔っ払ったよ。めっちゃ飲んでるね。今くれるって言いませんでした。なんか一口大きいなと思って。飲んでいいけど一口が大きい。でもちょびちょび飲んでてもお酒って美味しくないじゃん。皆さんどう思いますか。ちょびちょび飲む派ですか、僕みたいにごくごく飲み派ですか。お酒はグビグビいかないと美味しさが半減するからね。日本語は面白いよ。グビ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 いかないと。ちょびちょびとグビグビとそうだよ、ごくごくと全部違い分かりますか。ちょびちょびはちょびちょびはとだっけ。あ、そうそうそう、グビグビは早く、ごくごくは、まあ、大きく。正解。日本語の擬音語難しいですよ。で、レナ社長はちびちびと行くタイプですね。ちびちびと。僕はごくごくと行くタイプです。皆さんはどうですか。コメント欄で教えてください。お、レナ社長最後の一杯ですか。飲みっぷりですね。飲み終わって食べ終わりましたよ。ごちそうさまでした。次行きましょうか。いくら予想ですか。僕4000円ぐらい行ったんじゃないかなと思って。4000円行ったんじゃない。来ました、やばい、やばい。もう4480円でもう2軒しか行けないよ。わかる。よし、次は節約しよう。はい、それでは続けます。これ左、タイ料理、ガパオ。なんかこれグローバルだね。台湾料理、タイ料理。お、社長、そういえばあそこに焼き鳥あるよ。シロ、焼き鳥シローさんの。理解が空いてるかな。聞いてみるか。空いてました。外の席で空いてました。はい、来ました。生ビールとレモンサワー。はい、乾杯。乾杯。あ、さっぱり。お通しの枝豆来ました。レナ社長の大好きな枝豆。今串3本セット頼みました。私2本だから1本。皆さんどう思いますか。やっと来ましたよ。来ました。レバー、せせり、つくね。うまそうですよ。はい、じゃあつくねを食べます。つくね行きますか。つくねだってレナ大好きだもんね。ね、まうまですか。まうまです。食感もいいし味付けもいいし。じゃあ僕レバー食べます、はい、せせり食べますか。せせりって何でしたっけ。鶏の鶏。はい、乾杯。レバーうまっ。これジューシーで美味しい。どうだ。なんや、せせりよ、うん、うまっ。塩コショウも効いててうまい。私はなんか少なかった気がするよ。少なあげる。これ全部食べていい。少なあげる。ちょっとちょうだい。何あると思いますよね。うん、ちょっと口うまっ。では食べちゃいますよ、社長。いいですか。どうぞ。レバーはいらないですか。いらないです。飲みっぷりですね。うまい。なんか酔っ払ったね。うまい。3杯のビールで。レナ社長も3杯目です。
うまくなったね。美味しかった。3軒目行きましょう。社長来ました。お会計いくらですか？2789。お金残りましたね。2800円あれば大宴会できますよ。本当かな。行きましょうか、最後の一軒。はい、最後はどこに行きますか？ドイツバト。そうだよ、ここシュマッツっていうドイツのお店があるからね。これさ、今日さ2回目か3回目だけどさ、ここ通るの何回通っても面白いんだけど。なんかこの感じ、ここ東南アジア感っていうか。東南アジア感わかります？これ皆さん伝わってる？東南アジア感すごいこう雑多な感じで、あ、ゴール来ちゃった、じゃあやっぱりドイツ料理。ドイツ料理最後いきますか。はい、まあ、ドイツ人ですしね。戻りましょう、戻りましょう。今日は1軒目台湾料理行って、2軒目はザ日本の焼き鳥行って、3軒目ドイツ料理。これ全部グローバルだね、世界一周したね。この 50m で食べれるのがすごいでしょ、ね、レナさんの母国ですよ。ということで2階です。今日初めての2階だね。来ました、到着しました。うわお、なんか2階もいい感じじゃん。ここじゃあここに行きましょうか。ここはでもここに来たら2700円が足りない気がしますよ。ちなみに2階からの景色見ておきましょうか。ああね、これすごくない？面白いよね。こっちからあっちまで全部お店で、ちなみに反対側には2階の席あります。はい、何食べるか決めましょうか。飲み放題行きましょうか。最後あ飲み放題で行きましょうか。ソーセージは何食べましょうか。これそれで言うとあれだね、カリーフワストがいいかもね。ね、でもこれの方が本格的だよ。あのソーセージの食べ比べの動画は皆さん見たかわからないんですけど、うん、最近出したね。そう、ドイツの一番私の好きなソーセージはニュンベアガーと言ってましたけど、これはまさにそのニュンベアガーです。なるほど、じゃあその動画を見てください、この後でね。ニュンベアガーにしますか？はい、ニュンベアガーにします。カリーブワーストじゃなくていいですか？じゃあニュンベアガーにしましょう、はい、注文しましょう、はい、見てください、この抽選でボトルビールが当たるらしいよ。ビールの味はどうですか、料理の味はどうですか、コストパフォーマンスはどうですか、全部満点にしといたら当たる可能性あるから満点にしました。素晴らしいと感じたスタッフ全員と書きました。はい、シュマッツに期待すること、もっとドイツ料理を出すこと。ボトルビールの挑戦を希望しますか？はい。あなたは20歳以上ですか？イエス。今日じゃないわ、当たるの。じゃあ当たったかどうかは皆さんにも分かりません。残念。はい、来ました、レナのラドラーです。ラドラーはビールとレモネードを半分半分で混ぜたちょっと甘いお酒。あとちなみにワイツはセルフだよ。あ、ありがとうございます。来ました、ニュルンベアガーソーセージ。はい、ありがとうございます。そう、うわ、これだよ。めっちゃ美味しそう。これ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 。テンション上がってますね、社長。これテンション上がってますよ。 何がテンション上がってるか分かる？え、あのカリカリに焼いてること。イエーイ、イエーイ、ベイビー、めっちゃ美味しそう。そう、ちゃんと色がついてるのがめっちゃうまそう。正しいです。カリカリですね、これ。投資も来ましたよ、ハムとプレッツェルのお菓子、ね。はい、ということで白ビール皆さん飲むことあるかもしれないので入れ方をお教えします。はい、お父さんがタカに教えてあげる。レナのパパから、レナのパパから僕は直伝してもらいました。いきます。はい、怖いよねこの入れ方。半分ぐらい入れたらもうあとこっちを混ぜます。ああ、泡を出すね。はい、いいよ。で、わ、綺麗。おお、うわ、完璧。レナのパパ見てる。俺入れれるようになったよ、完璧に。ねえ、こんな感じ。これは綺麗だね。完璧じゃん、ね、うわ、うまそう。白ビール、じゃあ乾杯しましょうか。はい、では、はい、白ビールとラドラーで乾杯。乾杯。あー、米をつぶったらドイツビールよ。白ビール、これね、日本にはない味なんだよ。ちょっとこうか、こう、ちょっと甘みがあるフルーティーな香りの白ビール。あ、ジュース。皆さんぜひ白ビール食べてくださいね。冷めないうちに食べた方がいいよね。はい、ニュルンベアガーはちなみにどういうことなの？ニュルンベアガーソーセージの場所の名前。そう、場所の名前で、マスタード乗っけて。なんか今日で一番幸せそうな顔してますよ。やっぱり母国の味はいいですか？あとはこれザワークラウトはね、キャベツの漬物、酸っぱい漬物。ラドラーをごくごくといくという。うん、
とお金がなくなるけど、もっと注文したい。ダメです。ガガクラウドうま。なぜ、なんで美味しいかわかる？ちゃんと酸っぱいから。そう、ただただ温めてるんじゃなくて、もうちゃんとこう焼いてるから。スパイスとか加えて味付けをしてるから。でももう今日だいぶお腹いっぱいよ。一軒目で小籠包と水餃子食べて、その次焼き鳥食べて、ソーセージ食べて。でも2人で食べてるからそんないっぱい食べてないか。ドイツに帰りたいですか？これを食べたら本当に帰りたくなりますよ、ね、ビールもそうだしね、ラドラーも白ビールもソーセージ食べます。なんやなんや、喧嘩を解け。食べていいよ。やった、レナさんのことが好きだから食べていいよ。やった、はい。あの、新しい動画の企画提案です。何ですか？月に1回スマッツの動画を撮る。みんな飽きますよ、そんなドイツ料理ばっか食べたら。このラドラーもめっちゃ美味しいよ、ね、飲み終わったからってこと？なくなりましたんで。人生はギブアンドテイク。はい、最後です。おじさんになりましたね。ごちそうさまでした。今日はちなみに何杯飲んだか分かる？4杯。レナ史上初じゃない、4杯飲むの。なかなか珍しいよ。もうこういう動画企画によってアルコール中毒になる可能性がありますよ。レナ社長は2杯しか飲まないで有名だからね。おー、やばい。今日はいつもの2杯飲みましたね。ではでは、お会計します。お金が足りるのかどうかは心配です。これは2800円ぐらい残ってるね、確か。もしお金足りなかったら皿洗いしないといけないからね。500、600、もうちょっとあったよ。ドイツでもその文化ありますか？皿洗い、イエス。あの、ご飯食べて足りないときは皿洗いして。皿洗いは世界共通だね。じゃあレナ社長、皿洗いしてください。俺帰りますので。足りるか足りないか。お、足りた。600。奇跡起きた。1万円のはしご酒できた。見て余りました、お金。素晴らしい、さすが LT ブログですね。のれん街楽しみましたね、社長。出ましたよ。で、私は行きたいデザートのお店がありますよ。まず確認しましょう。残りいくらですか？113円ですよ。113円で買えるデザートがあるかどうか確認しましょうね。ありません。行きましょう。これだよ。あ、これね、ストロベリーハンティング。見て、これストロベリーハンティングのシュークリーム、880円。はい、買いましたか？買いました。結局買いましたね。予算オーバーです。見てください、このシュークリーム。めっちゃ美味しそうだけど。どうでかいシュークリームだよ。こんな感じで。社長、覚えてます？1万円オーバーしてますよ。大丈夫ですか？1万円オーバーしてないよ。さっき113円しか残りなかったでしょ。700円オーバーした。700円オーバーですね。はい、これコメント欄荒れますよ。何が？1万円で飲み比べなのに。飲み比べじゃないし、なんかめっちゃ良かったね。1万円飲み歩きはしご酒なのに。大丈夫ですか？これは別企画です。視聴者の皆さんが許してくれますか？許してください。これ見てください。これ許すべきですよね。良かったですね。幸せですね。飲んで食べてデザートまで。皆さんで一番美味しそうだった料理は何だったでしょうか？坂はちなみに小籠包うまかったね。よく考えてください。焼き小籠包うまかったね。ドイツ料理出ましたよ。ドイツ料理もうまかったよ。あのニュルンベアガーだと言いたいけど、これだよ、これ。あ、これこれ最後のこれ。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。これ一人で食べていいよね？ノーノーノー、皆さんぜひのれん街おすすめです。最高です。ぜひ遊びに来てください。